どう面白いかっていうと、あそこでこの方いなかったらルパンシリーズ死んでんだよ。なんでかっていうと、ハードボイルドな男たちをアニメで見たいっていうおっさんがその頃テレビあんま見てないでしょ。そんなにいないわけ、他のことやってるわけで、しかももう一個あったのが、すっげえセクシーな CM 打ってたらしいんだよ。だからあのルパン三世ってアニメが始まりました時に、広告流れるじゃん、あのテレビのさ、それがかなりエロかったらしいんだよ、そしたらあのね、あの頃はね、みんなね、茶の間でね、家族でみんなでテレビ見るの、まあ一台しかないですからね。もうね、子供たちね、ルパン見たいって言えないってエロいし、もうお母さん見せませんみたいな見せません、ガチャガチャみたいな時代だった。だからその2つの不利が、だから要するにその待ってる人のところに届かなかったんだよ、ルパンは。あ、本来でその子供たちがやがてあの夕方の再放送、お母さんがあの夕食の支度をしてるときに、しめしめ今やったらって言ってルパン見ちゃうわけです。はいはいはい、それがレイジさんだったの。俺の世代はだからそっからのルパンルパンルパンつって盛り上がってくる流れの中にある。だから最初は大ゴケするっていうのはこれもしょうがなかった。バブル期のジュリアナ東京のイベントに俺遊びに行ってたの時、友達がそのイベントでチャラ、チャラチャラですよ、俺その時あれだもん、センスもらったもんこれ。え、やったのレイさん、やるわけねえだろミニスカ履いて、いやいや